止めたらきついよ。我慢してください。終わった？もういい？今日は撮影ですからね。お洋服を汚さないように。ミレイ様！キャー！はるか怖い！キャハハハ。本当に困った子。どうした？いつまでそこに立ってんの？進めないんなら音もしますぜ、兄貴。お前いつからそこに？てか加賀からずっとついてきたのか？ダンジ、なんで中に入らないの？答えないなら俺も言わない。さて、いざ参る。ちょっと待てよお前。僕ら浮いてる？一緒にすんな。祝登録者数10万人突破。ようこそレイブレイクへ。素敵な少女だね。まるでオールドローズ。花言葉は優美だ。誰もがカードの前では平等。どんな相手とも向き合える。戦えば友達になれる。それこそ私たちデイブレイクが掲げる理想の世界です。こんにちは、みんなのリーダーミレイです。まずはここ。ようこそ。見学の方ですか？すまないが、そうかは遥かに会わせてもらえないか？悪の軍団じゃないんだから。そういう地図の前で北斎むのが長年の夢だったんですよ。久しぶりにあなたの顔を見たわ。まあやることやってくれればどこにいたっていいんだけど。ここの片付けは終わった？そこ片付けられなくなっちゃいました。俺の大事な人がいるんで。冗談やめて。一番片付けてほしいのはこのエリアよ。何が大事な人よ。はるかさん、
何か。はい、桃山男児様が遥さんに会いたいと。あ、うん、名前を言えばわかるとおっしゃっていたのですが。ええ、お相手するわ。たくさんの旗ですね。我々の活動に協賛してくださったチームからいただいたんです。いただいたね。ええ、いただいたの。はじめましてみたいなものね、桃山男児さん。ザクさん、ちょっと外してくれ。今日は見学にいらっしゃったの、桃山男児さん。その呼び方はやめろ。あら、素敵な名前だから何度も呼んでるのに。キーホルダー渡してくれたか。あいつなんて言ってた。俺たちの旗はどこにあるんだよ。ですから確認次第お手ご連絡を。そう言われて何日も経ってんだ。持ってかれたままなんだ。飾られるわけでもない。旗がなくなってから俺たちバラバラになっちまった。返してくれよ。みんな、私が応対します。あなたは外にいて。お客様、大変申し訳ございません。私どもの方で今一度。クールダウン、付き合ってくれる？あ、うまい。こりゃ使ってる牛乳が違うな。背はますます大きくなったけど、緊張しいは変わらないわね。緊張してねえし。じゃあ熱でもあるの？触んな。まだ反抗期なんだ。俺はじゃれ合いに来たんじゃない。ミレイに何が起きている？うちにも来たよ、デイブレイクの奴らが。あら、そう。俺たちの旗は燃やされた。戦わずにお前らに従うか、旗をかけて戦うか選べって。そう脅すそうだな。デイブレイクはそんなチームじゃなかっただろ。久しぶりでしょ、この町に戻ってきたの。どう、町の雰囲気は？変わってねえな、だいたい昔のままだ。そんなものよ。町や組織や人間や物事はそう簡単に変わらないわ。デイブレイクはずっとミレイ様のためにある。私はあなたとは違うの。じゃあチームの旗を燃やすのもミレイを幸せにするためか？そうよ。旗が複数あるから争いが起きる。一つでいいじゃない。一つの旗のもとに全員が集まれば争いは起きないわ。争いで決まる優劣にミレイ様はずっと苦しめられてきた。敗北者の気持ちがわかるのよ。彼らの受け皿になる組織を作ることこそミレイ様と私の幸せ。あなたは全部捨てたでしょ。この町も皆家もミレイ様のことも。そして私に託した。一度捨てたなら口を出さないで。あいにく今日は引き下がらないぜ。やっとまともな兄貴になりに来たんだ。ミレイと俺の妹と話をさせてくれ。じゃあこうしましょうか。ファイトで決めるの。ブラックアウトではそうやっていたんでしょ。
Fight Vanguard! Interested in trying the premium format? Look no further! Reprints of essential cards are here for every clan! Legion, Stride, Stands, we've got them all! Revival Selection, now on sale! Don't forget about these! Heartfight Vanguard Overdress! Introducing the new nation of Lyrical Monasterio! Let's play Vanguard with these upcoming idols! Trial Deck and Booster, now on sale! Bushy Road! By Schwartz. Watch that battle come to life again. Welcome to an analog underworld. By Schwartz Booster Pack Sword Art Online, Alicization Volume 2, on sale from November 5th. By Schwartz. Join Rimuru and friends once more as they continue their journey on the stage of By Schwartz. That time I got reincarnated as a slime, Volume 2 Booster Pack, on sale from October 8th. Bushy Road. マスター、場所借りるわよ。お飲み物は何になさいますか？いつものでいいわ。かしこまりました。始めましょうか。ああ、スタンドアップヴァンガード。俺のファイトは前とは違うぞ。ええ、話は薄々聞いてる。やけにブラックアウトに詳しいのが一人いてね。ウェルズにライド、スキル発動、山札の上7枚から隕石カードメテオシャワーを手札に加え、セット。メテオシャワー、懐かしいな。ブラックアウトじゃいいお友達を持ったらしいわね。ああ、いいやつらだ。誰でも自由にのびのびファイトできる、そんなチームだ。バカ、皮肉よ。夜の闇に紛れて勝手気ままに群れてる集団、ただの無法地帯じゃない。自由、都合のいい言葉よね。結局あなたがリーダーとして何もしなかっただけでしょ。俺は仲間を支配する気はない。でも規律は必要で、なきゃ組織は一つにまとまらない。デイブレイクは違う。ミレイ様は組織を全て把握してらっしゃる。野蛮なブラックアウトなんて敵じゃないわ。俺のことはいい、仲間を悪く言うんじゃねえ。じゃあ力ずくで黙らせてみなさい。ネルトリンガーにライド、スキル発動、山札からメテオシャワー2枚をセット。私はミレイ様をずっとおそばで見てきた、お支えしてきた。今の私にあなたが勝てる道理なんてあるのかしら。ネルトリンガーでヴァンガードにアタック、スキル発動、メテオシャワー3枚をドロップし、パワープラス15000、クリティカルプラス1。出やがったな、メテオパワーアップ。久しぶりに聞いた、そんな呼び方するのあなただけよ。さらにドロップへ送られたメテオシャワーのスキルでレナードを退却。相変わらずえげつねえな。隕石とは星すらも滅ぼす力、神の力よ。神ね。これでまだ全力じゃねえってんだから笑えねえ。だが言ったはずだ、俺も前とは違う。ここで全力を出さなかったことを後悔させてやるよ。一気加勢ペルソナライド。あなたに決めきれるかしら。コール。何もかも半端なあなたに。確かに俺はリーダーに向いてねえ。自分が一番分かってるよ。だけど俺はミレイに会わなきゃなんねえから。会ってどうする気？とにかく会いたいんだ。あいつと向き合う覚悟がやっとできたんだ。向き合う？あなたがたった一人と向き合う。ターンエンドだ。決めきれなかったわね。次のターンにかけるさ。次？そうよね、あなたはいつだってペルソナライド。ブラックアウトも大事、ミレイ様も大事。一度姿を消したくせに
今度はブラックアウトに背を向けて戻ってくる。そんなあなたが誰か一人と向き合えるの？ネルトリンガーでアタック。スキルでメテオシャワー5枚をドロップし、パワーとクリティカル追加。そしてトリガー効果が2回発動する。さらにメテオシャワーのスキル、リアガードを全て退却。あなたは永遠に次が来るとでも思ってるのかしら。違う、俺はただ大切なものは目の前で取りこぼしたくねえんだ。効果2倍、ダブルクリティカル。それじゃあ聞くけど、ミレイ様とブラックアウト両方から助けを求められた時、あなたはどうする？その時あなたにどちらかを選ぶ覚悟がある？俺はどっちも助けたい。そうやってまたミレイ様を見捨てる？それでこういうつもり？次は助けに来るから。ターンエンド。でも満身創痍ね。お前の言う通りかもな。正直今は答えを出せねえ。ほんと現実はカードファイトとは違うな。まさか。俺のターン、ドロー。デーリックとマイマイをコール。デーリックのスキル発動。マイマイをソウルに置き、スタンネルを退却。さらにデッキの上から3枚をコールだ。残していたのね、勝つための1枚を。お前を見くびるほど傲慢じゃねえさ。それでも悪魔は神様に噛みつくってのがお約束だろ。行くぜ、一気加勢だ。Flashy show, if that's just often the case. Stand near enough to grip my face. You'll feel the silent boy, part of the dark. They have to play in the way to learn. Chuckle and egg.ここまで来れば、ダメージ6。俺の勝ちだ。約束通りミレイに会わせてくれ。キーホルダーもあんたに渡してもらったんだ。俺が持っていたものだってあいつは覚えてないかもしれないけど、もしかしたら俺が帰ってくるって待ってるかも。渡してないわ。え、なんでだよ。渡せないの。だってあなたはもう死んでいることになってるんだから。は？死んでるのよ。死んでる。死んでるの。俺が死んでる！おばあ様の命令よ。盛大ないいお葬式だったわ。そんなの、全員それを信じたのか。ミナエ家の力はあなたよく知ってるでしょ。なんでそんなことするんだよ。あら、自分が何をしたか忘れた？あなたが怒らせた相手、なかなか厄介でね。彼の怒りがミナエ家に向いている限り、ミレイ様にも迷惑がかかるでしょ。それならあなたの存在は消すべき。おばあ様がそうおっしゃったの。そうか。結果事態は好転した。あなたは混乱の種、必要のない存在だったものね。でも今のデイブレイクはあなたが欲しいわ。桃山男児さんは便利屋さんなのよね。一つ
依頼をしたいのだけど。なんだ？うちの用心棒をお願いしたいの。あと少しで御苗家におけるミレイ様のお立場は盤石なものになる。その間あなたをそばに置きたい。じゃあミレイに。条件は一つだけ。ミレイ様にあなたの正体を明かさないこと。わかるでしょ？できるかしら。ありがとう。上まで止めたらきついって。我慢してください。用心棒なら俺がやればいいじゃないですか。あなたより強そうな人を雇ったから大丈夫よ。そりゃ大物だ。一体誰です？ブラックアウトの元リーダー桃山男児。へえ、敵を招き入れたってこと？彼は危険よ。手元に置いて監視しておきたいの。できますかね。やるわ。うふふふ、はるかが怒るまで3、2、1。こらうわもういつもいつも。私がデイブレイクを、ミレイ様を守るんだから。勝った。お前の負けだ。旗は諦めて今すぐここから立ち去れ。お前たち何者だ？俺たちはブラックアウトだ。これ以上デイブレイクの好きにはさせない。休憩入ります。暑い。どうぞミレイ様。ありがとう。ん？新しい子？はい、昨日から入りました。わー、あんたどこだ。嬉しい。ごめんなさい、蓋を開けたまま渡してしまって。ごめんごめん、私も服。すいません。あれ？あとはやるわ。ありがとうございます。ミレイ様、お立ちください。はるか、あのね。ほら、お水は後で拭きますから。今日からミレイ様をお守りする新しい仲間を紹介しますわ。自己紹介を。何か落としました？え？キーホルダーを。キーホルダー。どうぞ。ありがとう。俺は桃山男児です。はじめまして。
はるかよ、今日は私のカードグラビディア・ネルトリンガーとニートネス・メテオ・シャワーを紹介するわ。メテオ・シャワーはデッキに16枚まで入れられる特殊なカード。そしてネルトリンガーはアタック時にメテオ・シャワーを好きな枚数ドロップに置くことで効果を発揮する。5枚捨てればパワープラス15000、クリティカルプラス1、トリガー効果が2回発動するのよ。邪魔者は全て押し潰すわ。